それちょっと高さもあるんで、深く沈む投手は余計投げづらいと思うんですよ。あ、そう、サイドスローとかね。ねえ、そうですね。僕だからコーチやってる時こういうのやったことあるって聞く、先に聞いて、はい、でもない人は、うん、いきなりシートですよ。高校でネットがない方がいい、ない、うん、あ、やっぱそういうのセンスそれぞれあるんですね。だからあのバッターに対してこう慣れ、ね、私の初めの方なんで慣れるっていう意味ではいいかもしれないですけど、うん、しっかり投げ切るっていうとちょっとまあそれはどうなのかなって感じしますけどね。それやっぱ振りづらいですよね、腕をちょっと前にも当たりそうですけど、だからちょっとやっぱり今みたいにこう抜ける球だとか、ね、はい、引っ掛ける球もちょっとやっぱ多くなるかもしれないですね。そして昨日ね、インタビューにも登場してくれました梅野選手。このグループで今これから投げる梅野であったり加藤であったり松山であったりね、まあ、ブルペンのこの役割の枠争いのメンバーのグループでもあります。ちょっと今は見てると梅野も何か気になってる感じがありますね。そうですね、うん、あとは今年これ初めてのバッターじゃないですか、はい、余計にそういう部分、ね、ちょっとこう気負ってるというか、うん、ね、やっぱりいいとこ見せたいじゃないですか。そうですね、まあ、スワローズから来てますしね。後ろみんな見てますしね。大塚コーチが今ペン持ちましたからね、ああいうのもちょっと気になりますね。ストライク率とかね、あ、いろいろ今の選手はいろんな数字が追っかけてきますからす、ね、数字が証明することっていうのはね、逃げられないっていうこんな時代ですよね。でもまあこういうのをね、あまり評価しない方がいいと思います。強く投げたかどうかっていう、新原さん来てます。そうですね、うん、ちょっとこう最初引っ掛けたんですけど、はい、うまくこう調整しつつありますよ、うん、これ石垣ですよね、こちら、うん、どうぞ。あのさん、はい、こちらを見てますけど、はい、あのやはりね、あの、まあ、調整をうまくやってると思うんですけど、やっぱりね、どうも気になるみたいで、ちょっとやっぱり開き気味にね、うん、投げてる、なんか体が一塁側の方に早くネットの方に入ってるような感じしませんか。はい、そうです、そんな感じです。多分青野さんも、まあ、でも青野さんはあんまりやったことないから分かんないかもしれないですけど、まあでもね、感覚的にあの多分逃げるような感じになると思います。ごめんね、ほんと3回、3、4回ぐらいやったことあるんです、うん、ネットはいい、プロあのこの状況で投げて、はい、嫌でしたね。ああ、でも途中からすみません、これ外していいですかっていうのはやっぱり言いづらい。言いづらい。言いづらい。もし当たった時に、ああ、何やってるんだろうね、せっかくやってるのにっていうね。やっぱり膝から下に来る速い打球、ちょっとこう僕は見えない、反応できない時があって、はい、実際公式戦で膝に2回当たって、あ、そうですか、はい、2度救急車で運ばれたこともあるんですけど。そっか。最悪そういうケースをやっぱり回避したいっていうね。そうです、ね、ところから。ここでね、やっぱりせっかく一軍のキャンプやってて、うん、ピッチャーライナー膝に当たってっていうね。うん、